ウルボス、ウルボスコの項目では、スペインの鉄道車両メーカーであるカフが展開する、路面電車車両ブランド、ウルボスのうち、ハンガリーのデブレツェン主電で導入された車両について解説する。2000年代、デブレツェン主電では、市内の混雑緩和を目的に、新たな路面電車路線である2号線の建設計画が立ち上がり、線路や施設の建設、 電停をはじめとした既存の施設の改修に合わせて18両の新型電車を導入することを決定した。2009年に公開入札が実施されたものの、経済危機の影響により幾度となく延期を余儀なくされる事態となり、最終的にスペインのカフトデブレツエンシとの間に契約が成立したのは2011年10月11日となった。これをもとに製造が実施されたのが、 車内全体が低床構造となっている超低床電車のウルボス3である。全長32.4メートル級のご車体、連接車で車内の床上高さは350ミリメートル、上高扉付近は335ミリメートルに統一されており、上高が容易な構造となっている。車内には折りたたみ座席を備えたフリースペースが各部に設置されているほか、 冷暖房双方に対応した空調も完備されている。最初の車両は2013年5月にデブレツェン市電に到着し、市運転を経た後2号線の開通に合わせて2014年2月から営業運転に投入された。以降は同系統の全列車に使用されているほか、既存の1号線の列車の一部にも使用されている。また、ウルボスんの導入に合わせて、 車両基地の回収も実施されている。ありがとうございます。